株式会社クラウドワークスは同名の総合型クラウドソーシングサイトを運営している企業。オンライン上で在宅アーカーと仕事発注者のマッチング、業務の遂行、報酬の支払いまでを一括で行うサービスを提供している。2020年7月1日から2021年3月31日をもって最多たサービス終了の告知2012年3月に クローズドベータ版のサービスを開始した。登録者数は91万5千人以上、時間単位で仕事の受発注ができる時給制とプロジェクト単位で受発注できる固定報酬制の2つの方式を採用している。また、利用に関する手数料は仕事をした、報酬額に応じて受注者が負担する仕組みとなっており、発注する側は有料オプションを除き無料で利用ができる。 2014年7月、地域活性化支援のためのクラウドワークスワンバサダーを開始。2015年4月には新サービス、クラウドテック、同年9月にマーケティングリサーチサービス、クラウドワークスリサーチ開始。同年10月にはタスク形式クラウドソーシングの手数料無料化、女性向け人材紹介事業、ウーマンワークスを開始。 2016年1月には、仕事能力の高いプロフェッショナルとして認定する制度、プロクラウドワーカー制度、同年5月からは、プロクラウドワーカーを対象に、3ヶ月で、最大10万円のボーナスを支給する、クラウドワーカーボーナスを開始した。4月には、海外在住や海外で働きたい、クラウドワーカー向け福利厚生、リゾートワーキングも開始している。2016年11月からは、 C2C 型で知識や経験を売買するマーケットプレイスワウムの提供を開始。ワウムはユーザーが自らのスキルや知識、経験をサービスとして出品し、それを他のユーザーが購入することができるという、いわばスキルのマーケットプレイスであり、C2C、個人間取引の領域に進出を始めている。上場直後の2015年8月には赤字幅が拡大し、 業績の大幅な下方修正を発表。新規に登録した会員の稼働が伸び悩む中、人件費の増加が響き赤字幅が拡大した。2015年9月期は売上8.1億円に、対して営業経費が14.3億円かかり、営業利益は6.2億円となった。2016年9月期の黒字化を目指し、総契約額100億円という目標を掲げている。 2015年にドイツ銀行に対して新株予約権による最大30億円の条件付き資金調達予定を発表した。2016年9月期通期の連結結は売上高に相当する営業収益は前期比51.3%増の12億2800万円、営業損益は5億9300万円の赤字だった。事業規模は拡大しているが、 事業拡大に伴う人件費や教育費、営業費の増加などにより営業赤字となっている。ありがとうございます。